はい、ナオズです。今回紹介するのはメガコンストラクスのミニオンズバナナの島とミニオンズオートバイマニアです。で、このバナナの島の方は映画ミニオンズの最初の方に出てきた海から初めて陸に上がるシーンをモチーフにしてそうですね。ちょうどパッケージに載ってるこのシーンです。で、こっちのオートバイマニアの方は多分このバイク映画の中では出てきてないんですけど、この3人がついてるので、この3人が出てきた映画ミニオンズをイメージしてるんだと思います。まずバナナの島の方には部品の袋が2つ、パーツ数は60個です。組み立て済みのミニオンが3体、そして説明書が1冊入ってて、オートバイマニアの方には部品の袋が3つ、パーツ数は87個です。このセット一番新しいシリーズなので袋が違ってますね。ちょっとおしゃれになってます。組み立て済みのミニオンが3体、そして説明書が1冊入ってました。それでは2つ続けて組み立てていきます。はい、完成です。まずはバナナの島です。1人目は1つ目のミニオンです。この大きさで目が1つ、そして髪の毛がこんな感じなので、ちょうどこのシーンで出てきたオーバートかもしれませんね。手にはバナナを持ってます。皮は黄色くて中身はちゃんと白く塗り分けされてます。2人目は2つ目のミニオンです。体の大きさと頭の毛はさっきのミニオンと同じですね。で、手にはバナナを持ってます。最後は2つ目の背の高いミニオンです。頭の毛はこうやって外すことができます。手にはバナナを持ってます。そしてバナナの島です。右の方にはちょっとヤシの木みたいですけど、一応バナナの木があります。で、上の方にはバナナの房が3つぶら下がってます。で、これよく見るとバナナが下から上に向かって伸びてます。この辺は細かくできてますね。それから葉っぱがちょっと小さめではあるんですけど、ギザギザした感じがそれっぽいですよね。で、木の横に支えみたいなのがあります。これを上げておけばバナナの木をこうやって倒すことが可能です。それから左の方にはベッドみたいなものがあります。ここにミニオンをこうやって寝かせてもいいですね。で、海岸沿いということで土台にはつぶつぶの入ったブロックが使われてます。これ海岸っぽいですよね。そして真ん中には草が生えてます。この草も結構よくできてると思います。で、ギミックはベッドの枕の上にミニオンを立たせて、さっきの支えを外せばバナナの木が倒れてミニオンが飛び上がるというものらしいです。一度やってみたいと思います。ミニオンを置いて支えを外します。ちょっとだけ浮きましたね。まあこんなもんでしょうね。で、バナナの方向はこうやって変えることはできるんですけど、バナナが重りになって木が倒れる仕組みなので、バナナはこちら側の方が勢いよく倒れてくれます。ちなみにどうしてもパッケージみたいに高く飛ばしたいときは、こんな感じで木が倒れる瞬間に指を使ってあげれば勢いよく飛び上がります。続いてオートバイマニアです。まずは小さな2つ目のミニオンです。よく見ると目がオッドアイになってるので、これはボブですよね。また服が汚れてます。2人目は1つ目のミニオンです。この大きさでこの髪型なので、これはスチュアートですね。
同じように服が汚れてます。最後3人目はケビンです。ケビンだけ服装が違ってます。ライダースジャケットみたいなのを着てますね。で、後ろにはミニオンの骸骨がついてます。そしてオートバイです。サイドカーがついてます。かっこいいですよね。ちなみにそのサイドカーの後ろには噴射口みたいなのがあるので、このオートバイではなくてこっちのサイドカーがメインで進んでいくのかもしれません。ミニオンらしいといえばミニオンらしい形かもしれないですね。またオートバイの前輪はこんな感じで左右に動かすことができます。それからこっち側にはミサイルみたいなのがついてて、この灰色の出っ張りの部分を押すとこんな風に先端の弾が勢いよく飛び出します。で、ミニオンたちを乗せるとこんな感じになります。これいいですよね。もちろん手転がしで動かすことはできるんですけど、このまま飾ってても良さそうですね。ちなみにケビンに持たせたままこうやって傾けることができますし、傾けたまま動かせばこんな風にカーブさせることもできます。とても遊びやすいオートバイだと思います。パーツ数はバナナの島が60個でオートバイマニアが87個です。以上、メガコンストラクスのミニオンズ、バナナの島とオートバイマニアを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。